はいどうも皆さんこんにちは。今回は江戸無血開城についてお話ししていきます。戊辰戦争の中で行われたこの出来事は、当時日本一の都市だった江戸、現在の東京で起きた出来事です。もしこの時少しでも歯車がずれていたら、江戸の町は焼き尽くされていましたので、現在の東京は大きく違った形になっていたでしょう。そんな現代にもつながる重大な事件について、今回の動画で確認していきましょう。1868年、京都近郊で起きた鳥羽伏見の戦いの敗北を受けて、徳川慶喜は大阪を後にしました。幕府の本拠地である江戸へと撤退し、体制を立て直そうと考えたのです。対する新政府は全国に対して徳川慶喜追討を命令。将軍だった徳川慶喜と会津藩の松平片盛、そして桑名藩の松平定明たちを朝敵と認定しました。幕府の時代は終わった、新政府に従え、そう命令したのです。こうした状況の中で徳川慶喜は江戸に到着。勝海舟は浜御殿まで迎えに来て、鳥羽伏見の戦いの顛末を聞きました。事の経緯を聞いた勝海舟は、言わんこっちゃない、こうなってしまってどうするつもりだとひどく言ったそうです。その後慶喜は勝海舟に事後処理を託し、恭順の意を示すようになっていきます。具体的には鳥羽伏見の戦いの責任者をクビにして、松平片盛と松平定明は江戸城に登場することを禁止。慶喜自身も江戸城から上野にある寛永寺に移り、自主的に謹慎生活に入りました。このように徳川慶喜は新政府軍に降参する姿勢を見せたのです。しかしもちろんですが、それに納得せずに朝敵とされても戦うべきだと主張する人々もいました。こうして幕府は2つに分裂。徳川慶喜を中心とした恭順派と、松平片盛を中心とした主戦派に分かれたのです。対する新政府側では旧幕府を追い詰めようとしていました。東に向かって軍を動かすのはもちろんですが、東北の藩に命令を出し、江戸を背後からつかせようとしたのです。さらに新政府は外国に対しても働きかけており、これは日本国内の戦いだ、手出しは無用であると宣言。海外の勢力の介入を避けています。海外の力を借りて決着をつけたら戦いが終わった後に実権を奪われる、そのような考えがあったのでしょう。こうして戊辰戦争は新政府軍と旧幕府軍の一騎打ちに持ち込まれました。準備を整えた新政府軍は東に向けて出陣。そのリーダーは有栖川宮樽仁親王でしたが、言ってしまえばこれは飾りのリーダー、事実上の最高指揮官は西郷隆盛です。こうして薩摩、長州、土佐の3藩を中心とする軍勢が東海道、中山道、北陸道を東へと向かい、江戸へと進んでいきました。道中戦いはありましたが、新政府軍の進軍を阻むようなものではなく、西郷隆盛は新政府軍を率いて駿河に到着。ここで一時歩みを止めます。対する旧幕府はどうしていたかというと、攻め上ってくる新政府軍を見て恭順派は、我々は戦う気はない、慶喜を助けてほしい、江戸城を攻撃しないでほしいとお願いしていました。江戸の町が火の海にならないように活動したのです。ここで奔走したのが天璋院と清官院の宮、名前が変わっているので分かりにくいですが、薩摩藩からやってきた篤姫と皇室からやってきた和宮です。対する新政府軍は篤姫が腰入れをする際に一橋派として活躍した薩摩藩の西郷隆盛、そして有栖川宮樽仁親王は和宮の元婚約者です。つまり彼らはそれぞれ関わりの深い人物と敵対することになってしまっており、このつながりをもとに江戸総攻撃を回避しようとしていました。江戸が戦場になることに対してはイギリスも反対していました。イギリス公使のパークスと彼の片腕であるアーネスト・佐藤、彼らは日本で内乱が広がると貿易の発展に悪影響を及ぼすと考えており、新政府軍が江戸を攻撃することに反対しています。最初は江戸城総攻撃を行うと決意していた西郷隆盛も、このようなたくさんの人たちの反対を知り、考えを改めていったのです。そんな時、駿府にいた西郷隆盛のもとを訪ねてきた人物がいました。山岡鉄舟です。この山岡鉄舟という人物は旧幕府軍からの使者で、勝海舟によって派遣された人物でした。山岡が持ってきた手紙には、徳川慶喜は恭順の意を示している、しかし江戸には主戦派もいる、自分は主戦派を落ち着かせようと全力を尽くしているが、ほとんど効果がない。もし新政府軍が江戸を攻撃すれば、彼らが何をするかわからない。今は国内で争っている場合ではない。よく考えてくれ。と書かれていました。この手紙を見た西郷は会議を開き、どうすべきかを相談。相談の結果、降伏の条件を山岡に示し、話し合いに応じると知らせます。このような働きかけもあって、関東に到着した新政府の西郷隆盛は、旧幕府側の勝海舟と会見、勝海舟の説得に応じます。新政府側としても兵力不足、資金不足が問題となっていたので、戦いを回避することにはメリットがありました。この話し合いにより、徳川慶喜の私財を撤回し、水戸で隠居、謹慎させ、旧幕府軍の軍艦、武器は新政府に引き渡す、という条件で話がまとまります。このように、勝海舟と西郷隆盛の会談により、江戸総攻撃の中止が決定したのです。こうして旧幕府軍は江戸城を退去、血を流すことなく江戸城を明け渡し、新政府軍が江戸城に入ります。この日のうちに徳川慶喜は実家の水戸に向かい、水戸の地で恭順の意を示しました。これ以降慶喜は目立った行動を取ることなく、歴史の表舞台から姿を消していき、後に慶喜は駿府で趣味に没頭する生活を送るようになるのです。さて、いかがだったでしょうか。こうして江戸無血開城に至りましたが、これに納得しないのは旧幕府軍の主戦派です。彼らは関東に残って抵抗を続けたり、東北に逃れて抵抗を続けたりしていきます。ということで次の動画では上野戦争についてお話ししていきます。それではまた次の動画で。